でもこの精巣とか睾丸が体の中にいる哺乳類もいるんですよ、実は。え、それはすなわち金玉がないってことですか？そう。で、例えばゾウって実は金玉ないんですよ。なんかあんな大きいから金玉も大きいと思ってたけど。で、あとなんかイルカやクジラとかも金玉ないです。へー。では問題形式でいきましょう。あるかないかでお答えください。なんかいきなりクイズ始まった。アザラシない。ないんだね。セイウチない。あ、これもないんだね。アシカある。あ、あるんだ。アザラシないのに。キリンある。あ、あるんだね。うん。シある。あ、なんかあるがね続いてますね。カバない。ないね。もう法則がわからんこれ。アリクイない。体の大きさが関係ないよね。ハリネズミない。おコブラない。ないんだ。もう分かんないねこれね。サイない。ない。はい。こんなに玉なしのやつがいるの知らんかったわ。なんかそのカバとか体内でいまいち精巣が固定されてないから、なんか動き回るらしくて体の中で。でその体の外からその触ってもどこにあるかいまいち分かんなくて、こうなんかエコーとかを使わないとわざわざ位置を確認できないらしいの。エコーを使う。ナイス。超面白い。そう。で、なんかもう、ね、なんかそんなことあるとか思って、で、なんかカバー、睾丸みたいな感じでググったら、そのカバちゃんの睾丸摘出手術の話しか出てこないの。カバちゃんに謝ってマジ。要するに、カバちゃんは睾丸が、外側についてたから、まあ、取れたけど、まあ、動物のカバを去勢しようとすると、まあ、金玉ないから、まあ、難しいみたいな。なるほどね。ちょっとやめてマジ怒られるから。まあ、とはいえカバ以外にもその金玉千本串の出場権すら与えられない哺乳類もたくさんいますよね。そうなんですよね。そもそもでも金玉最初はあった、それとも最初はなかった？その最近の研究で哺乳類の共通 の、 そのまあご先祖様に金玉があったかどうかっていうのを調べた人たちがいるんだけど、やっぱみんなね気になるんだね。そうだと思う。で結論、なんかおそらくご先祖様には金玉はもともとあったのよ。ってことは今ついてないやつらは独自に金玉をなくしたってこと？うん、なんか実は金玉がある動物ない動物平等に、なんかその金玉の中身の精巣自体はなんか胎児の段階ではこの体の内側にあるのね。ほうほう。でなんかその精巣が金玉を持った哺乳類の赤ちゃんの場合はお母さんのお腹の中で成長していくうちになんかだんだんこの体の外に出されるらしいの。で、まあ、金玉を持たない哺乳類たちはこの精巣を体の外に出すっていう過程が起きないで精巣がそのまま体内に残るっていう感じらしいのよ。なるほどね。そうで、ここが面白いんだけど、なんかその実は今金玉がない動物たちのほとんどってアフリカ十条目っていうグループに属する動物たちのね。あ、アフリカ十条目ってあのゾウとかジュゴンとかがいるグループだよね。そうで、その進化の過程を考えると共通祖先から派生した遺伝的に近い動物たちだから、このグループが、まあ、このグループはそのみんな金玉ないように進化したんだろうって思われたのよ、うん、なんだけどその金玉がどうやってなくなったかを調べた時にそのアフリカ十条目に分類される動物がみんな同じように金玉をなくしたわけではなくて、それぞれ別の方法で金玉をなくしてるっていうのが分かった。別の方法で金玉なくしというと、まあ、いわゆる玉なしのやつらを調べると
その胎児の段階で金玉を外に出すためのこの精巣動態っていう筋肉があって、まあ、この働きを司る遺伝子がこうなんか変化してたり、あとなんかその精巣を外に出すための指令を出すホルモンとかがなんかこういまいち出ていなかったりだとか、なんかこう一口に金玉がないって言ってもその金玉がなくなった原因の遺伝子の変化っていうのは結構バラバラみたいで。なるほどね。じゃあそのアフリカ十条目以外のグループで金玉がないやつらも、まあ、それぞれ独自の方法で玉なしになったってことね。おそらくね。だからなんかまあいろいろ複雑な事情があるんですよ事情がね面白いね。